今から会う渋川善次郎は盗賊団の首領だ。手下ごと仲間に引き入れようって目論みだったのかい。いる間に使者を送ったが戻らん。それで殴り込みか。数はこっちが不利だぜ。いつだって頭数は当てにならんかった。戦力になったのは命を捨てる覚悟ができていたものだけだ。生き残りたくば死人になれ。おい、殿、誰に断って入ってきてやんだ。めんこい坊主だ。ほれ、高い高い。渋川、使いの者を送ったはずだが。おう、痛めつけたらベラベラ喋ったぜ。アイヌの埋蔵金、面白そうな話だ。あんたの入れ墨見せてくれよ。受け取れ。外にいたお前の手下どもだ。協力するか殺し合うか、どちらか選べ。負けたよ。ぶっ殺せ。もこっから逃がすな。これが新選組副長鬼の顔か。人は死すべき時に死ななければ死に勝る恥があると言います。この年になって戦争を起こそうだなんて正気の沙汰とは思えません。土方さん、あなたは死に場所が欲しいんじゃないのかね。私はあと100年生きるつもりだ。あんた本気で新選組を作る気か。悪いが俺は近海にしか興味ねえぜ。誰が北海道占領なんて夢物語を信じる。蝦夷地区を独立させたい人間は大勢いる。遥か昔からこの地に住んでいる。